と才能の原石どもよ、ここにいる300名の中から世界一のストライカーを作る実験をする。見ろ、これがそのための施設、ブルーロック。世界一になりに来てんだよ。自分より強い奴に勝たなきゃ何も変わらない。俺の中に怪物がいるから、そいつらは出てきて言うんだ、ゴールを奪え、もっと踊れって。俺は俺の夢のために正々堂々と世界と戦う。グッゾン右足、世界一のストライカーは俺だ。俺にとってボールは友達でも何でもなく、俺を輝かせるための球体下僕だ。僕には勝てない。ゲームを支配するのは僕です。お前はもう終わった選手なんだ。俺ダセーやつとつまんねえやつは嫌いなの。弱いやつってめんどくさいね。負けてもやりたいほどサッカーって面白いの。俺はストライカーだ。いつでもストライカーという生き物、その時最もフットボールの熱い場所に突如として出現する。始めようか。世界で一番フットボールの熱い場所を。このブルーロックという作品の面白さだったり、作品の持つメッセージを、お客様にちゃんと届けることができたら、全体にお客様の期待値を超えられる作品になると思いますので、精一杯1ヶ月で頑張りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごくたくさんの方が見ていただいている作品の舞台にご出演させていただけることを本当に嬉しく思っています。自分なりにできることをたくさんやって、素敵な作品にできたらいいなと思います。よろしくお願いします。決まってからパーソナルジムに通い始めていますしっかり、国が見つけを表現できるように精一杯頑張りますので、皆さん、1ヶ月よろしくお願いします。ここに来るまで何人かの皆さんと一緒にサッカーしてきて、すごくサッカー熱が今上がっているので、この熱を舞台でしっかり活かせるように精進してまいります。よろしくお願いします。これパック。甘いな甘いな。あと3回来て。なかなか開けないな。お疲れ様でした。楽しかったですね。早いっす、球が。ロゾロ、なぎ感あった。よっしゃ。よっしゃ、弱いよ。こうさっき趣味何っていう話になった時に、聞かれて答えられなくて。で、ダガマリ役の講義が、カメラ持ってきてんすよ、大きめの。で、なんか趣味カメラって言ってて、それがすごいかっこよくて。お兄がシュートを打って、イエモンが執念で。お、うん、イエモンブロック。イエモンブロック。イエモンブロック。イエモンいいよ。あ、はい、無理しなくていい。当然でいいって。チームは一人だけど、どんな気持ちなの？ちょっと危なかったらすぐ声出してみてください。2個したい。本当。はい。オーカー響きだね。欲しかったです。ゴール決まった時さ、はぁーって言っちゃって。めっちゃ声叫んでた。あ、3人でやるってやっぱいいっすよね。知ってる？ごめんな。すごい。どうですか今の感想。そうですね。まあそうですね。まあ、本当にまず一本取れたということが大事だったと。はい。でまあ空港が裏切りましたけれども、まあはい。こっちには計算通りかなと思っております。ありがとうございます。どうでした。二人並んで走るでも今日はお手でつなごうが。おっせえなぁ。いいよ、おいしい。ブルース エイボー。お願いします。お願いします。
終わりました大阪公演が。もうあと2公演やったらちょっとみんな足壊れてました。サッカーとはチームとは圧倒的なストライカーから生まれる。きっとそれがエゴのメッセージだ。おはようございます。おはようございます。覚えてる。さすがだよ。できるようになってるぜ。ね。俺もいいっすか。やる気ないじゃん。アメリカの教員。スーパーのテクニカルビート。スーパーヒーローなら、かわすね。決めてました。世界一のストライカーになるのはこの青い熱狂を支配する。呼び通り。何をするんだろう。チェギリチェギリ。それはそれはもう無理だって。それはもう笑っちゃいますって。うん、くせえな胸がね。え、でもマジでついたっす。いいよ。あ、それも力入れてるとこだろ。すいません、よくさん入られます。はい、今俺の信念は先生の疲れがなくなりました。なんかあ、ちょっと待って、クリノミ、マジでなんでサッカーやってんの。なんかリセットされた。すごいよ。お前、マジで怪物いるの。いや、マジで疲れてない、足が。何聞いてんだろう。初日みたいな気持ちです。誰の真似してるでしょうか。エゴさん。違うでしょ。バロ。違うでしょ。怒られるぞ。残鉄。違う。ちぎりちぎりを確かに。ああ。俺が見たいのはチーム Z の潔一だ。潔一だ。いやいや、俺ちぎり。あなた潔。すごいな。やっとお客さんの反応を見れて、うん、あ、舞台ブルーロックの世界が作り上げられたなっていうのをすごい感じましたね。そうね、うん、いいっすね。なんかいい回ですね。今かっこよかった。かっこいいな。おう、ありがとうな。僕もボールを蹴りたい。でもここにあるじゃないですか、ボールが。ここに。ちっちゃいボールが。みんな言うよね。みんな言うんです。めちゃくちゃ可愛くないですか。サッカー大好き。あんな、なんかこれみんなでやろうよ。関西弁でやったらこうなるよっていうの。わ、うん、かりました。あ、じゃ あ, シュート打って、あの潔の、あの潔に簡単じゃ。俺巻き込まないでほしいってこと。まあ俺もできれば巻き込んでほしくないね。じゃあトラップしました。トラップしました。簡単やん。俺この舞台上で一回被ってるよ。あ、そうだ。忘れられてるじゃん。え、しかも違う絶対分かんないと思う。皆さんどこか知らんし。こうやってね、ここまで行って、ここまで行ったよ。そう、ちゃんとで、わーあーってなります。悔しいです。閉まります。なるほどね、そこで待機してるわけね。これなるほど。え、さ、ちなみにさ、ワニマだったらどうなるの。確かに、あ、ワニマでアディショナルタイムって言ってみる。あ、ワニマでアディショナルタイム。ワニマのお兄ちゃんの方でアディショナルタイム。確かに。いきます。3、2、1、どうぞ。あ、そうなのね。あと、音部がね、安定してるんですよ。音部のシーン、最初面白かったよね、稽古中ね。なんかもう、うーって言って。そう、稽古場の最初はそう。そう、一番最初ね。一番最初崩れたりしてたよ。え、でもあれ、あの、本当に平気な顔してるけど、結構本当に重いの。そんな中、そう、ね、そうやってる。だから、あの、ね、対面するじゃないですか。うん、もう、いいから早く行かせてって思う時もたまにある。僕はエゴにしか興味がなかったです、最初から。ああ、はい。
なるほどね。っていうのはその本当にだから この文字面だけ受け取っちゃダメだよ。これやばいっすよ。ツイッターに書かれたらもうそれだけでもうエゴにしか興味がない。マジで今日だけはスマホ触んないで。今日からキックオフというわけなんですけども、大千秋楽まで、誰一人欠けることなく全力で全身全霊で、作品をエゴく届けていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。今日はね、この後のアフタートークもありますのでぜひ楽しみにしててください。夜です。夜か、夜か、ごめん、夜か、びっくりしました。ごめん、やってもいいよ。いや、やります、一人で。一人でね。一緒にやります、ね、一緒に。じゃあ、僕とヨッコイさんがもしかしやりません。それぞれがね、責任を持って演じてますし、まあ、僕はナギとレオとして二人でこう、このね。あ、まあ、いや、後々話すから。違うよ。今までかっこいいとか言われて嬉しかったんですけど、あの、気持ち悪いだとかこいつら嫌なやつって言われるのをちょっとエゴさせてみるたびに、お、俺キモいんじゃんって。一般市民どもと言われて喜んでるお前ら変態だなと美香に湧いています。なあ、ブルーロックってあったかい風呂入れていいな。え、じゃあお前いつもどうしてたの。川怖っ。ああ、やっぱりお風呂上がりは暑いな。裸に限るよね。ちょ、やめろ。確かにいつもと違って服着てるなって思ったけど。いつも見てるじゃん。違う、そういうことじゃないんだ。ここは廊下だから、せめて部屋帰ってからにしような。はい。まだ早いぞ。ちょ、早いぞ。おい、おい、次相手ワニ双子緑。語彙力、俺たちはフォワードができてないんだ。こういうところでエゴイストにならなきゃいけないわけだな。そうじゃないとここで生き残れない。どうだ、俺エゴイだろ。わーお、クール&ビューティー。なあ、なんで無視すんだよ。ちぎりちぎりちぎり。ダメだ。